今日はこちら遊戯王アークファイブマキシマムクライシスを開封していきます。はい、遊戯王アークファイブの最後のパックでございます。もうアニメも終盤に差し掛かりましてね、このね、覇王竜ザークっていうやつがめちゃくちゃ悪いやつです。こいつがね、今世界を滅ぼそうとしています、アニメでは。まあ大変。はい、というわけでレアリティがこちらですね。ウルトラ6種、スーパーが10種、レアカード18種類、ノーマルカード46種類ということになっております。さすがにね、アニメの最後ということでなかなかパワーカードがたくさん入っていますと。で、発売前にちょっと情報が出てたハルーララが強い、最近の流行りですよ。デッキから特殊召喚、デッキから手札に超える、デッキから墓地を送る、全ての効果を無効にできる、手札からフリーチェーンで、ヤンキーというわけですね。カードはとても可愛いんですけども、めちゃくちゃ強いでございます。まあ、それ以外にも神竜というちょっとかっこいいドラゴンちゃんのテーマとか、ノーマルモンスターに装備して戦っていく、なんか水のドラゴンっぽい子もいますし、セフィラの強化が来たんですよ。めっちゃかっこいいカード多分出ると思うので、4箱買えばちょっと見ていきましょう。ハルーララ3枚確保するのはマジな今回の目標です。4箱で3枚確保できれば僕はもう何も言いません。では開けていきましょう。1箱前開けていきます。では2箱目見ていきましょう。個人的には神竜を作りたいと思っているので、神竜系のカードが出れば嬉しいございます。クス村井さんです。いきます。まあ、これは源竜のカードです。幻想源竜、源竜族をサーチできるカード、汎用的に使えそうですね。お、出た、プレデタープランツ。こいつ悪い子ですよ。この子は召喚特殊召喚成功した時、手札からモンスター対墓地を送って、デッキからプレデタープランツモンスター対特殊召喚できる。完全にベイゴマックス、完全にベイゴマックスです。うん、スワローちゃん、ビードロドクロ、スピードロイドももうベイゴマックスがいっちゃったから、ちょっと複雑な心境です。十二獅子の神器クックル、対象取るモンスター効果を無効にして破壊はしないか、無効にできるます、素材になってる時。ファントムナイツ、ロストバンブレイズ、あ、怖い怖い、ちょっと今レディーが見えた。あー、この子です。はい、セフィラの神器、セフィラトーラグラマトン、あ、見えそう。はい、こいつがセフィラのなんか親玉っぽいですね。これ誰なんだろう、ちょっとライダーっぽいですね。なんか右手なんかギター持ってるみたい。この子出すのがちょっと難しくて、通常召喚できなくて、エクストラデッキでオネガ表示であるときにセフィラモンスター3体をリリースした場合のみ特殊召喚できます。うん、ちょっと手間がかかるんですけど、ペンデラム召喚が2回できるようになるという、割と散ってます。あと攻撃力がすごい高い、3450ってなかなかだよね。強いね。見ていきましょう。コーディセット、下ネタっぽく見えますね。あー、ダウンタウン、ハマー、やめとこう。十二獅子ハマーコング怒られそうじゃん、やめとこう。エンタメントレビューダンサーを、榊優勝のお父さんのカードです。完全になんかスカイマジシャン出す用のカードだね。あ、出た、憑依装着の神器ライン、え、可愛くない？てか、あれじゃあ、なんだっけ、なんとかラバー、なんだっけこれ、名前忘れた、なんか昔のカードがいます。はい、あー、出た、ペンデュラムーチョ、スケール0でございます。召喚特殊召喚成功した時、エクストラデッキから表側表示のレベル1ペンデュラムモンスター一体特殊召喚します。強い。スケール0ってもうね、ね、やばいよね。1がペンデュラム召喚できるようになるっていう、そう、レベル1デッキが割とペンデュラムも採用できると。デジタルバグ、 LED バグ、バグってる、バグってますね。ダーリングコブラ、おー、神竜同士マジェスティメイデン、かわいい。神竜たちは永続版を永続タイプリリースして召喚できると。特殊召喚じゃないからそんなたくさん出せるわけではないですよね。はい、バグシンクナル、バグってる。プレデタープランツオフリススコーピオ、イグニスはじめ、なんかぼやっとしてね、もうちょっとかっこつけてほしかったな。まあでも強そうですね。はい、覇王剣でダークブルーム出ました。知ってる、この子2体でエクシーズして出たダークリベリオンエクシーズドラゴンもなんかすごいらしいよ。へえ、普通と違うみたいな。コーディセップスなんかエロいよね、ちょっとサメナイ悪魔、悪魔じゃない、悪夢来ました。シュプノシスターと、もうやばいじゃん、これあれだよ、あの人だよ、そう、ライズベルト、すごいね、完全にもう闇落ちしちゃってんじゃん。いい子そうだったね。どうしちゃった？チーム組めないんですけども、1000ライフ払ってフィールドの表側処置の魔法トラップを1枚破壊できると、永続トラップなので毎ターン
魔法トラップを破壊できます。ただ戦利品払っちゃうのがね。はい、出ました、幻王竜スパイラル。これさ、たっと見かっこいいんだけどさ、このなんか脳みそ出てるみたいなのがちょっとでも一応角らしいよ、こういう螺旋状の。この子をサポートするカードがたくさんあります。はい、スピードロイドアクマグネ、ファイヤークラッカー、すごいバーンできるらしいよ、手札から切って1000ダメージみたいな。新竜騎将ドライアス3世、この子も新竜のやつです。まあなんかいいおじさまっぽいですね。ジュニシシの総国、なんかこれあんまり効果見たんですけど、そんなね入るようなカードじゃないかった気がする、わかんないけど。覇王門インフィニティ、ペンデルムスキル13でございます13ってもう、ただフィールドにモンスター入れるとペンデルム召喚できないんですよね、使い方次第だよね。ここまで必須だよ。そう、なんとも言えない。ターコイズバーブラーかわいい。ジュニシシクックル、ダブルリゾネーター、レモンの神器です。あー、ガトリングール出ました。この子多分エンタメイトでめちゃくちゃ強いです。エンタメモンスターとレベル5以上の闇属性モンスターっていうすごい緩いあれでできます。超融合でパッと出る。で、融合召喚成功した時にフィールドのカードの数かける200ダメージを相手に与えます。で、ペンデラムモンスターを素材として融合召喚にした場合、相手フィールドのモンスターを1体選んで破壊し、そのモンスターの元々の攻撃力部分にダメージを与える。対象取らない、対象取らない、確実に相手のモンスターを破壊するから、ザーク選んでやれば4000ダメージです。いや、ガトリングールはマジで強いと思う。神竜王の復活、ボスの神竜モンスターを守備表示で特殊召喚すると、うん、復活系ですね。ちょっとあんまり細かく見ていかないようにしましょう。ダイナマイト系、これの顔だけこれなんか切り取られたコラー画像が出回ってました出た、バオバブーン。メタルフォーゼに入りますね。召喚特殊召喚した場合にワンドローして手札1枚デッキトップかデッキボトムに落とすと、戦闘効果で破壊された時にデッキからバーバブーンを任意の数だけ特殊召喚するすごいよね、すぐ3揃うよね、うん、これは悪用できそうです。魔術師の左手、魔法使い族モンスターがいる時、相手が発動したトラップカードの効果を無効にして破壊する。あの、このカード自体は発動してません、ただ無効にして破壊するという凶悪なカード。超越融合で、効果がですね、融合モンスターカードによって決められた融合素材モンスター2体を墓地へ送り、融合モンスター1体をエクストラデッキから特殊召喚する。墓地のこのカードを除外し、このカードで融合召喚に使用した素材モンスター1組を墓地から特殊召喚すると。ミードロドクロ、待って待って、見えてない、また見えてないよ。ディディゴースト、これもなんか強かった気がする。ユーゴーレム、幻王竜の天下、アセンブリーナイチンゲール、こっちではない方が欲しいですね。サファイアスワロー、ハマーコング、レビューダンサー、これは幻王竜のスパイラルホールド、プロレス技みたいですね。幻王の都パシフィス、これ海なんだよ、フィールド魔法。え、すごい出るね、なんか幻王竜、え、導かれてる、うん、許してほしいんですけど、ちょっと日々ゴースト、俺ほとんど出ない、許してほんと。セフィロの聖戦、お、これも強いんですよ。え、待った、ちょっと待って、ちょっと説明より先に、自分のペンデラムゾーンにセフィラーカードが2枚あるとき、手札から発動できるトラップです。フィールドのセフィラーカード1枚と相手フィールドカード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する。でも対象を取ってる時点でもうちょっとね、と遅い説があります。はい、エンダメントスカイマジシャンレリーフです。かっこいいかどうかは皆さん次第ですね、これは。一旦に一度自分が魔法カードを発動したときに、攻撃力が300アップします。自分フィールドの永続魔法1枚を対象として発動。そのカードを手札に戻す。その後手札から魔術師永続魔法カード1枚発動できる。相手ターンでも発動できると。表側表示のこのカードがフィールドから離れた時、フィールドのカード1枚破壊すると。なんかいろいろあるね、うん、使い勝手が良さそう。そして何よりイラストがかっこいいかどうか皆さん次第です。マルトスワロー、あーもう絶対だって、この黒いのさ DD でしょ。違うよ、ほんと。マホバムーン、ミードルドクロ、あ、もうほら、DDD 晩酌王ダリウス、イエーイ。でも悪魔族だからデスガイドが帰ってきたらワンチャンある。床闇の北口、これやばいんだよ、知ってる、これウルトラ、えジュレアじゃん、
ペンデラムゾーンに DD カード2枚あるとき、自分フィールドのモンスターを相手はマホトラップの対象にできず、アドバンス召喚のリリースにできず、融合シンクロエクシーズ召喚の素材にできない、融合シンクロエクシーズ召喚の素材にもできないから何にもできないっていう、すごいカードです。待って、なんかこれといったカード、あとまだ前半だからね、うん、ちょっとサクサクいきます。サバイアスガロー、ヘリオシンカ、ケンシリライカ、かわいい。墓地の十二獅子を特殊召喚できます。ただそのモンスターはこのターン効果が無効化され、エクシーズ召喚の素材にできないという、まあなんかシンクロするときとか使えそうですね。はい、イグニスはじめ、ドライアス3世、クックル、マリアンネ、新竜王ですね。この子たちのお友達でございます。風属性、相手のデッキトップ4枚除外だって入れといてもいいんじゃないですかね。DDD 5-6 プレーン、ダブルリゾネーター、ファイヤークラッカー、 LED バグ、神竜の継承、ゲオリの戦火、待って、なんか見えてる、なんか見えてる、うん、ドラゴニックダイアグラム、ゲオリスパイラル、はいはい、コバルトスロー、あ、怖い怖い、この見方良くない、コバルトスフォロー、アクマグネ、ツケンロ、スカイピューピル、うん、エンダーメント組んでみたい説あるんですよね。レンジバグ、バーバブーン、ドラゴニックダイアグラム、ダースメタトロン、新竜騎兵ダースメタトロン、うん、リリースしたカードの元々の種類と同じカードの効果が受けなくなります。アドバンス召喚したこのカードが相手によって破壊された場合に、地、水、炎、風属性のいずれかの融合シンクレクシズモンスターエクストラデッキが特殊召喚する、クリスタルリングを出しましょう。しかもトラップリリースするとトラップの効かなくなるでしょ、ね、3種類やっちゃいたいよね、うん、ダイナミストハウリングダイナミストもまだ許可が効きます。セフィラの真理、これは普通にあのセフィラカードをサーチできるという、で墓地で除外するとセフィラのカードの破壊を防げるという、なんか根本的に強くなるんです。こっちじゃないね、こっちじゃない、LL でしょ、違う、あーごめん、気持ち的にそっちだったごめん、ウルス1、新竜の使徒足綺麗、足綺麗、ほらうん、あ、お、ネクロスの新規、いやー難しいね。2位の数だけ見せてレベルを上げ下げするという、なんか合わなくなりそう。シュリットを返してください、はい、ダイナマイト K、 ドライアス3世、ダブルリゾネーター、目次録、魔術師の再演、ターリンコブラ、ハマーコン、まだ祝が来てない、レビューの朝ドーラン、お、マスターブレーダーの新規も入っております、うん、来ました、いやー、ルルルルルルル、インディペンデントナイチンゲール、なんか昭和ネタに聞こえますね。こいつ自体の効果はそんなや強いんですけど、レベルが1だとあんまり意味がないという、このカードの攻撃力はカードのレベル ×500 ポイントアップし、他のカードの効果を受けません。一旦に一度自分のメインフェーズに発動できるレベル ×500 ダメージを相手に与える。もしこれがレベル10だと思ったら恐ろしいですね、本当に。そんなことあるのかな、そんなことないよ、さすがにネプチューン、お、スパイラルラッシュ、覇王門ゼロ、スキルゼロの覇王門カウント、ダーリングコブラ、ユーゴーレムね、やばい、怖いよ、あの、あれ、デュエリストアドベントも欲しいんですよね。あ、バグ、ゼロス、うん、数が被っちゃいましたね。いやー、ここで祝福が使いたくなかったが、このカードの強さがまだちょっとなんとも言えないんですけど、え、待って、一箱でもう出ない説ある、決別、ジュミナイエルフ、うん、素晴らしい、ファイヤークラッカー、え、怖い、え、もう、あー、よかった、はい、デュエリストアドベントです。ペンデラムゾーンにカードがあった時にデッキからペンデラム、ペンデラムモンスター、またはペンデラム魔法トラップカードというのに加えられます。これでマスターペンデラムも、ペンデラムコールも、ペンデラムマジシャンも持ってこれます。禁止カードが一気に3枚あるように見えますね。はい、エリアル、袋、もうないんじゃない、来る、まさか、サマーコンが指出した。いやーいやーハルーララスーでございます。こいつがマジで強い、効果が。とりあえずデッキから何かするの全部無効にできます。ただね、そう、アンデッドのチューナーだから、持ちに行った後に悪用したい説はあるんですけどね。はい、こんな感じでございます。はい、最初の一箱目でございます。スーがマリアムネ、ハルーララ、ガトリングール、ダリウス、ビルスアドベント、
アクサメの役務、ウルトラが、ダースメタトロン超越融合、セフィラの偉い人、サメナイ悪夢の宿と、スカイマジシャンのレリーフでございます。いい出だしですね。全然もうあのここ2枚が出た時点で僕はもうありだと思ったんで、あの宿枠がちょっともったいなかった気もしますが、これでも強いか分かんない。まだ2箱目見ていきましょう。